朝日放送、ABC センター、ABC エキスタ、ABC、エキスタがあったアクティ大阪画像は、増章前のもの。現在は、低層階のみ手前に増章されている ABC、エキスタは、かつて朝日放送のサテライトスタジオとして、日本国有鉄道の地西日本旅客鉄道大阪、駅の高層ビルディング、アクティ大阪内に開設されたスタジオ。 1983年4月25日のアクティ、大阪のオープンと同時に開設され、1997年4月30日に閉鎖された。スタジオは15階16階フロアの2層吹き抜けで、背面には36面マルチモニターを装備し、番組に連動した映像を映し出した。また本社への映像、音声の伝送は、すべて光ケーブルを使った当時としては、 最新式のものであった。朝日放送は、旧大阪駅時代にも、ラジオのサテライトスタジオを設けていた時期があったが、大阪駅の再開発により、アクティ大阪の建設が決まった際、アクティ大阪の運営会社である、大阪ターミナルビル側から、百貨店やホテル以外にも、各となる場所が必要。生活文化の発信基地の役割を担ってもらいたいと、との意見があり。 1979年6月に双方が合意して設置が決まった。朝日放送の当初の計画では、ラジオ専用のスタジオが計画されていたが、その後、テレビスタジオを中心としたものに計画が変更された。もともと、アクティ大阪の15階部分は、防災面から全体を避難広場とする吹き通しのオープンスペースに設計されていたが、テレビスタジオを中心にしたことで、 多数のスタッフや機材が出入りするため、防災上オープンスペースではなく、防火壁で取り囲まれた窓のない普通のテレビスタジオとなった。公開放送が行われる時間以外でもエレクトームの演奏、お笑いタレントによるステージやミニライブなどが行われたほか、マルチモニターで高校野球やナイター中継が上映されるなど、イベントスペースとしても利用された。また、 1991年には、大阪市の芸能資料館、ワッハ情報の解説準備のため、在販テレビ局から提供された、往年の漫才や落語のビデオを公開ダビングと称して上映するユニークなイベントが行われた。アクティ大阪開業当時は、ビルの壁面に、大阪駅や大阪ターミナルホテル、大丸と並んで、朝日放送の社名ロゴが描かれたネオン看板が、 取り付けられていたが、ABC がアクティ大阪に移転したと勘違いした人が多くおり、新大阪駅を降りた、アン系列局の局員が、タクシーでアクティ大阪に連れてこられたこともあったという。しかし、公開放送がなくなり、設備の劣化やスタジオとしての機能をも全うしたことから、1997年4月30日で閉鎖された。閉鎖後の跡地は15階が、大丸ミュージアム。 16回は、カジュアルダイニングと称した、食堂街となっている。AB 朝日放送の50年 iPhone 誌、P246 から247。ありがとうございます。